お疲れ様です。今日スタミラスセンド20日目やっていきたいと思います。ということで結構急いでいきましょうか。残り8日23時間、まああと9日ですね。で約700ほど上げなきゃいけないということで結構つらみなんですけど、今日は気分転換で、こちらのマジアチャドリルウォールブレイカー型やっていきたいと思います。なんとねゴブドリカーストまで200枚必要だったんですけど、クラーンの方々にねトークンとかで交換してもらいながらセールも買い、完走できましたので、まあプリンはマジアチャ、ユーノはバルキリー、コウモリオスケ、ディガがドリルのなんかがウォールブレイカーになりました。はい、ということでマジアチャドリルウォールブレイカーですね。マジアチャウォールブレイカーもなんだろうな、テンプレデッキでも存在する形が強いので、今日はこれでねバチクリ上げていきたいと思います。74までね秒速です。はい、さあということで今回の相手は来ましたね、アウピーコカツだ、アウトローと、まあ、ムートだったりプリンスが入ってるかな。よいしょ。さあまあコカツに対してはねこのマジアチドリルでアホみたいに攻めていきます。アホみたいに攻めるとアホみたいにダメージが通ることがあります。うっ、2体いるんだけど、プリプリが言うのだ。うん、ちょっと待って、俺なんか思ってたのと違う。アウトロー、これムートダックプリユーノかな、多分プリンスじゃなくてムーダックユーノの雪玉ロケかなと思います。だから縦線とかがいないですね。なんかちょっと重い目の感じな気がする。さあこれあとはちょっちょキング起動していきたいね。プリンは脳死でウッド使う。さあ、あ一応起動位置警戒値に置いてるものの関係ない。ああマジ無理やりでも金起動ね、しといた方がいいですからね、絶対。さあ、で、基本的にはオールブレーカー単品で転がしながら、まあ、この受けでも意外と渋いね。今気づいたけど。この受けが。よいしょ。あ、やばい。マジアチャが、俺の大事なマジアチャが行かれた。あ、結構やばい。さあ、これはさすがにドリル使って守りたい。ウッドまで使っちゃおうかな。いや、痛いけど。いや、これはいい。いい、ナイス、背中。いや、痛い。結構やばい流れですね。ちょっとピンチだ。なんかね、ダクプリームーというのね。あの3枚を綺麗に受けなきゃいけない。それがちょっと難しい。これ、読まれてるかな？読まれてない。熱い。ね、ロケ削りがあるので、僕も積極的に削っていかんといけんけど、まあ、このドリルは捨てっすね。どうせダックプリとかいるんで。うん。さあ、刻み。これ、ウォールブレイク受けしよう。よいしょ。耐える。いや、でもこの流れはちょっといいんじゃない？まあ、プリンが嫌だね。まあ、雪玉なんで、結構受けづらい。さあもう無理やり、何がどうなってるかわからないが、結局は無理やり。さあこれムート壊しとこう。で、プリンが来るよね。いやーいいプリンだ。さあバルキーで刻む。マジアチャで許容ですね、これは。よしよしよし。マジアユーノ来たら、あームートか。延命するけど、多分雪でしばかれるかな。いやー、壊せたな、でかいね。これ問題はね、サイドね、相手とこれ、おー、逆。調整していかなきゃいけないな。でもゴリゴリ俺が攻めれば、俺なんか有利だと思うんだけど、この端前のね、攻防がちょっと厄介だよ。しっかり守りながら、いやでももうドリル投げときゃみたいなとこあるかな。こいつは無理に延命はしたくないけど、これすればよかったな。あるある、延命しない方がいいよなとか思ったらした方がよかったって、普通に。さあしばきながら、いやマジでちょっと強えな、マジ残しどく残しどく。いやテスラぐらいあるとね、生やせるんだけどね。
相手も高めでもきついな。やばい、なんかターゲットバグってね。危ない。いやダメージは勝ってる。ギリ。ロケ来んな。無理やり。オーケーオーケー。さすがにさすがにさすがに危ない危ない危ない。本当に危ない。いや今日はちょっと無言だな。なマジで残り時間とゲントル的に喋る余裕がないです。73あと700700か。なんかでも結果的にはねリガーの方が上げやすいとかもあったりなかったりみたいなね。まあゴブドリの方が良かったりリガーの方が良かったり、どっちだろうな。さあポッポ軍曹さん、なんか前にもやったことがある気がすんな。ゴースト三種か。いやーこれペッコーだな。いやーこれキング起動はねゴーストですればいいや。いた、これじゃゴーストできん。ふっ消えろ。あー痛い。さあペッカ工場っすね多分。ゴーストいうの、じゃあゴーストエレキ。さあペッコーです。まあウォールブレイカー釣りかな。あーガゴ型はちょっと特殊。まあファイボー打ってもらおうか。うん、痛めの。さあウォールブレイカー適当に飛ばしてサイドは逆だな。でゴーストいないときにドリルぶっ刺す。いてもハシメマジアチ取るには組み合わせてぶっ刺すかな。まあこれマジアチ警戒しなくていいのはね結構楽っすね。またキング起動しなきゃいけない。先にあれにドリル使いたくねえけどな。まあ冷静に使うか。これでもうざくない。さあちょっとコスト使いすぎぐらい痛い。いやーやばいななんか超負けそう。ケツペッカー、あペッカ使い、とりあえずペッカだからな一旦ね。よいしょ。さあまあガゴの処理どうしよう。ガゴの処理って感じですね。からのでも攻めていきたいけどね。右かさすがに。マジ打ちまでいっちゃう。ヤクザって言います。痛い。もう一回ヤクザいきます。700はもう勝つにはヤクザするしかないんで。しかもこっち側を。いやめっちゃいい。え？うわ今3700ぐらいあったよ。え3000ぐらいあったよね。え、ナイス。いやマジゴブドリこれいやゴブドリなんかこれがあるからねやばいね。一発逆転だ。でかすぎるな。いやもう少しで74あと2勝ぐらいだな。行こう。ふう、毎日100、毎日100です。これ結構最低条件ぐらいですね。うん、よし。なんか環境がちょっとずつ変わってきたっすね。なんかもう30人枯渇と何だったっけな、ホグしかいなかったんですよ。そ
そう、7回中5回か4回三振引くとか5連続枯渇とか3連ホグとかそんなのしかいなかったんですけど、ちょっとだけ環境が変わってきましたね。いやー、いてー、はーい、入りすぎじゃない、ちょっと待ってくれよ。メガゴザップってそんな強いんだ。何これ、ラバーっぽいですけどね。バルキリーっていうのがちょっと特殊で嫌ですね。うん、まあラバーは、まあ21ですね、マジで。ぶっちゃけ21で頑張れるんで、バルキリーいないし、よし頑張れ頑張れ頑張れ、あとは我慢。いや結構あるぞ結構あるぞ結構あるぞ、よし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 、でも守れないんで僕は。あーいいっすね、美味しいっす、守れないんでね別に。でこの後はもう 2-1 に向けて許容しつつオールブレイカーで攻めながらって感じっすね。で墓石もあったっけ、いやでもこれ結構いい流れだな、墓石あるかも。なんでそうっすね、オールブレイカー追加控えめで、まあザップかこれは。うん、いや全然悪くない流れっす、なんならいい。でバルキリー君はいないな、いるか、メガゴこんにちは。うん、さあ問題はこっからです。こいつをどう守るのかっていう、コウムに欲しくなっちゃう。あーバルキニだけ言ってね、渋い、打たれてる、熱い、え、うまいうまいうまい、今日の俺ちょっとうまい、痛い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 、でもやばい、やめて、オルベカ飛ばして、いや待って、耐えてはいる。問題はね、左のね、左じゃねえ、右、これでも生き得だな、もう。うわめっちゃうまいそのバルキリー。あでもこれコストない、入る、射抜きまくって射抜きまくって射抜きまくれよ、よーし、よーし、いやーよく勝ったよこれ。いやマジでプリンコウムリだとマジでプリン無限だから、多分気持ちラバにね勝ちやすいんですよね。やっとバルキリーが厄介だったな。いやマジでめっちゃいい、いやガチで熱いな、今季されてきた。さあ74リーチだ、よし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 、もうね全てに勝たなきゃいけない。まあ相性とかそんなのないんですよ、そう勝てばいいだけなんで、耐えだな、気合で勝ち筋を見つけていきましょう。守れない今みたいにね、マジエチのファイアボール取れたらもう無理ゲー、時はもうね打たせます。よいしょ、あれなんかウォールブレイカーのすれ違いでトルネミスってんのか、なんでだ。でもミスターフラみたいなやつ普通にマルチ上位でいるやつですね。うん、さあマジエチウォールブレイカーだ、あれ同じようなデッキだな。いやーウッドかこれは、うまいね、いやーうまい。さあトルネードもすごいありそうな顔してる、あれディガーだ、あーさあこれは今ねボムタワーのトルネウッドマジアチョウオールブレイカーがちょっとだけいるんですよ。
それですね。ちょっとどころじゃないな、結構います意外と。まあどれでも持ってるかな。まあボムタワーが厄介ですね僕からしたら。うわ金起動できねえ。ちょっと待って、シャシャリ取るにした。これ集中ですね。まあ、ディガーだけだし、うわお手本見せてきやがった。うまっ。やばい、全てがうまくいってない。ボムタワー間に合わないでと祈りながら間に合うよな多分。うんうん、まあまあまあ、いやこれぐらいなら耐えれそうだけど、ボムタワーバルキリースケ高回転、リガーとドリルの差がなちょっと嫌ですね。マジアチャで抜くしかないっすよね。うん、まあ、マジアチャ取るねで、相手ヤクザだな。いやーこれがねやっぱあんま入らないからね。まあまあまあ、相手ないんでね、ファイボ系が。トリネ使えばよかった。お？入らない。入らないよね、そりゃ。これ一回ドリドリだな絶対。やばい、変なとこに行った、やばい。マジ打ちだった、間違いなくこれ。痛い痛い痛い。いやー抜くか、あれは抜いた方がいい。ギリギリのギリ、あー行かれるなーこれ。いやーマジアチ射程長、そんなとこから届くんだ。まあ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 、これぐらいは許容です。よろしく、アウルビ8000、一緒に8000行こうぜ。一旦セパ、いや集中マジでね。あーやばい、絶望的な相性じゃなければ全部いける。これさっきと同じか、もしかして。それだけはやだな。いや違う違うけど同じようなもんだな。マジアチア歴、おー、あこれ巨スケ型のドリルだ。さあ出た、これ相手もドリルで、なんか環境のゴルナイかなんかの枠がね巨スケになってんすよ。そう、同じドリルっすね。これ入るの？うわー待って、キョスケそれ歩きすぎ、ガチで歩きすぎあいつ。あーやめてくれよ、痛すぎるな。いやでもこれは相手が攻めてきたカウンターなんで行って、なんならマジアチ縛いて、エリキが間に合わない。オッケーオッケー、いやめちゃるめちゃるめちゃる、いけ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 、おし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 、いやこれ全然全然全然トントンぐらいだな。デレキを完封です、これ、スケだけで。ああ下手だった。もう一個上っすね。よし。さあ、いや、キョスケはね、まあ、厄介ではあるけど、逆に言うと、バルキリーで止めて、マジアチャで射抜く餌にもなるんですよね。そう。っていう考えもできる。てかゴルナいたわ、なんかが変わってるだけだ。これはもう美味しいな、走んなよ。あはい、はい、もうマジで壊れ、ガチで壊れすぎる。何このカード、強すぎ。いやーこれは射抜かれるの別に何でもいいんで、その代わり俺がダメージ稼ぎたい。
いや、えぐすぎ。いや、16えぐすぎ。さあ、1000でしょ。いや、1000はいけるな。いや、マジでやばい。どういうこと？見たことない動きする。いや、マジでやばい。ゴルナイ。ガチでやばいな。俺、ゴルナイ、いつもゴルナイにだけ負けてる気がする。で、まだ間に合う。ギリ。これ、無理だな。ああ、なんだこれ。ゴルナイが強すぎる。マジかよ。いや、これ、ちょっと勝ちたかったな。さっきの、なんかまあ、同じようなデッキですね。まあ、環境ね、ドリル強いので、くっそ、ドリル2連敗か。すっげえ縦戦にしたくなっちゃうっすね。まあまあまあ。いやー、来た、コカツだ。ログって書いてる。熱い。いや、コカツは勝ちたい。ゴルダイじゃなかったら勝ちたい。やばいな、マジで。めっちゃ、あそこ届いちゃうんだな。あれ、把握しとかないとね。あの位置で、走っちゃうからね。さあ、ロケと、いやー、めっちゃいい。あー、ダメージが痛い。さあ、来ましたね。バルキリー縦戦だ。まあまあまあ、環境の枯渇といえばね、こっちの方が多いかな。よし、まあこれは、あの、ドリルはね、本当に入らないですね。バルキリー縦戦、あとはウォールブレイカーもエレスピウッドで溶けちゃうんで、ってなった時に、マジでマジアジャで4000ぐらい持っていくっすね。まあ、毎ターン1000。緊急度できる位置だったな。マジアチャゲーですね。あとは、端前プリンだけ、阻止。よし。まあ、今ね、ドリル飛ばしても、縦線バルキリも何でもいるんでね。一回ステイ。一回ステイからの、これね、左に縦の線使わしてからの、右のバルキリー抜きたいね。あのドリルはもう何でもいいですね。餌です。よしよし。こっちが本命。よし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 。よし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 、ええやん、ええやん。いやー、これ、突然ちょっと行っていいかな。いや、しかも行ったいが。いや、めっちゃいいよ、めっちゃいい。あとは、キング起動を、今ぐらいにもやりたいね。延命？いや、熱い。おっきいんじゃない？おっきいよね、間違いなく。よし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 。いや、めっちゃいいよ、今んとこ。で、バルキリー咲いた、突然しかいない。ドリルで縦の戦術化をしてか。いや、熱い。これマジで熱い。で、ここはエレスピウッドで行かれるから、ウォールブレイカーは行かないっすね。ついでで行かれちゃうっすね。そう、エレスピのチェーンとウッドでね、めっちゃ守られちゃうんすよね、あれ。いや、今落ち着いてるよ。で、ケツから出して、こっちサイドロケット撃たれても大丈夫だな。よしよし、さ、撃たれる。で、これは縦の戦士のサイクルなので、ウッドをね、プリンを処理しつつ、芝居ていく。で、端前マジでしょ。いや、めっちゃいい。マジで。急にバッキバキ。来た。ためにある。バッキバキタイム。さ、いい。あ、待ってば。端プリガチ強い。まあでもここは相手が攻めてきたからカウンターです。延命したい。まあでも左サイドプリンかな。おいしい。まあトルネある。いや、マジで一発ナイス。いやー、いにきて、いにきばよかった。あいつ、端前プリンうまいな。つけ読みだな。これでもワンチャンのあれだな。サイドが変わる。いや、ドリル入ってんの。さあ、端プリ警戒。マークス筋、端前プリン。おっきい。これ引っこ抜いて、マジアチャにやってもらおう。
バルキリーか。いや高めバルキリー、これ無理やりっすね。行かなきゃ負ける。来た、おぶ生きてる。はしまえ、一生はしまえ、一生はしまえ、オッケー。もう一発、ラスト、ラスト、ラスト、オッケー。オブーイ。いや、マジで、枯渇でこんだけ苦しむかんね。マジでやばいね。危ねえ、けど、トローが上がらん。いや、悔しい。さあ、ということで、今日ちょっと停滞だな。いや、まあ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 、一回マジアチオールブレーカーを試しながらね。いや、なんで今のコーとしては、まあ、マジアチオールブレーカーとか、スキャバレ型、ディガー型、まあ、ぐらいかな。いや、まあこの辺でちょっとね、8000、ちょっといけそうなのを、ね、探りながらやっていきたいと思います。ということで、よければチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。